だんだん脱落していくスタイルの総選挙。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、第3回松屋復刻メニュー総選挙松屋フーズです。過去10年で厳選されたメニューにウェブから1日1回投票できます。毎週下位3位メニューが脱落していくスタイルをとっています。それでは烈さん解説お願いします。はい。第3回松屋復刻メニュー総選挙は、まあ、松屋で過去10年以内に販売されて反響の多かったメニューから厳選した9商品から復刻してほしいメニューをウェブ投票するっていう総選挙系デジタルプロモーションで、まあ、投票でナンバーワンになったメニューは復刻発売するというものになってます。で、3年前に行われた2020年第2回松屋復刻メニュー総選挙、まあ、こちらもございまして、まあ、優勝決定戦で惜しくも敗れたゴロゴロチキンのトマトカレーが準優勝で、優勝を勝ち取ったのはシュクメルリという商品でした。まあ、今年もですね、シュクメルリはエントリーしてるんですけども、その前回大会で準優勝のトマトカレーは出場できておらず、代わりにバターチキンカレー選手がエントリーしています。まあ、個人的にはですね、そのトマトカレーが非常に好きだったんで、まあ、今回いないのは残念だなというところなんですが、投票こちらはですね、タップするだけの簡単方式になってます。で、まあ、こう1日1投票って書いてあるんで、まあ、セッションで管理して1日を投票管理してるのかなと思いますね。で、投票、まあ、こんな方だとまあやっぱバターチキンカレーかなということで投票を押すとですね、こちらバターチキンカレーに投票しました、ありがとうございましたって出るプラス、投票とそのまま QR コードによる牛めし30円引き、定番焼肉定食70円引きみたいなクーポンがもらえるというところですね。なのでそこが面白い。あとプラスですね、8月4日8月10日に下位3品が脱落、まあ、毎週下位3品が脱落している方式を取っていましてですね、まあ、こう推しが脱落しないように毎日投票して支えてあげないといけないんで、毎日投票したくなるように作られています。なのでこう投票したからにはクーポンがもらえるので、松屋に毎日食べに行く、そして毎日投票するっていうような循環が作れてますね。頻繁に不思議なメニューを開発している松屋だからこそコアなファンが多くて、シュクメルリのように定番からは程遠い商品が復刻して話題を呼ぶわけですね。で、だんだん脱落していく方式も取るなら、こう最初は厳選せずにですね、たくさんの商品が並んだ方が面白そうなんですが、まあ、復刻されても困る商品もあるということなんでしょうか。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在、無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。